島崎芽衣です。2005年6月28日生まれの蟹座です。北海道札幌市です。 B 型です。151センチくらいです。芽衣ちゃんって呼ばれます。パンダ好きと話し方がスローテンポだねと言われます。パンダさんのスクイーズを触ることです。エレクトーンを弾くことと英語と寝てブリーチをして起きることです。英語です。私は英語が好きで、その英語を教えてもらえるからです。白い肌です。ウエストをキュッと細くすることです。ジンギスカンと辛いものと甘いものと海苔です。甘いものはお菓子で、辛いものはキムチとかです。紫と水色です。私は子供っぽく見えるので、身につけると大人っぽく見えるから好きです。パンダの国に行きたいです。パンダさんに会いたいです。パンダ派です。ふわふわしていて、大きくてのんびりしているから好きです。パンダさんのぬいぐるみです。寝るときに寂しくないで寝れるからです。ジンギスカンが美味しいところと涼しいところです。私はインパクトのあるステージができるように頑張ったのですが、東京の先輩方は私よりももっともっとすごかったので、すごいステージができるようにこれからは頑張りたいです。カントリーガールズさんの分かっているのにごめんねです。私がハロープロジェクトの曲で初めてテレビで見た曲と、あとはオーディションで初めて歌った曲だからです。もう引退してしまいましたが、嗣永桃子さんです。アイドル界のお姫様みたいで、とても輝いていたからです。もっと山崎芽衣らしさを出せるように、インパクトのあるステージができるように、可愛い芽衣や元気な芽衣、リアル小学生の芽衣、少し大人な芽衣、かっこいい芽衣などを出していきたいです。立ってブリッジをして歩いて起き上がります。皆さんにたくさんの芽衣を見せていけるように、そしていっぱいの愛を届けられるように、ニコニコ笑顔と元気もりもりパワーで頑張ります。応援よろしくお願いします。